数々の終末予言がネットを賑わせている昨今だが、いずれもその日が直近になっているのが最近の傾向だろう。すでに我々は終末の時代に突入しているのだろうか。そして最新の終末予言では、この世の終わりが来年の5月に設定された。今年の9月23日から10月中旬までに謎の惑星ニビルが地球に再接近、あるいは衝突して、この世が終末に向かうと予言したのは聖書研究家のデイビッド・ミード氏だが、他にもニビルの到来を予測している人々がいる。アルゼンチン・ブエノスアイレスのダニエル・マンソン氏もまたニビル研究家の一人だ。そしてマンソン氏によれば、ニビルの地球への衝突は今から半年後の2018年5月であるという。ニビルは知られざる太陽系惑星で、急カーブの楕円軌道を描いて太陽の周りを3000年ほどかけて公転していると言われている。太陽系の惑星でありながら、公転周期のほとんどの時期で遠く離れた系外にあるため特定が難しく、公式には存在が確認されていない。ニビルが太陽系内に突入すれば地球とのニアミス、あるいは最悪の場合衝突し、地球上に大災厄がもたらされることは火を見るよりも明らかだ。ある程度距離を隔てた再接近であったとしても、重力の影響によって地震や大規模噴火、場合によってはポールシフトが起こり、地球上の環境が激変し、人類を含む生物の大量絶滅へとつながる。そしてダニエル・マンソン氏によれば、現在、ニビルは金星の軌道上にあるという。私は地球がニビルに直面することを確信しています。なぜなら今、ニビルは金星の軌道にいるからです。現在、ニビルは太陽の反対側にあって遠く離れているものの、半年余りで地球に再接近するということだ。その際、ニビルは地球の下方から32度の角度で接近してくるという。地球とニビルは2018年5月に同じ場所にいるでしょう。マンソン氏は11月12日のツイッターへの投稿で、太陽系の図を描いてニビルがどのようにして地球に接近してくるのかを解説している。何事もなく2018年を迎えられることを願うばかりだが、警戒するに越したことはないだろう。今後も有力な情報が入り次第、追って報じたい。